こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はすっかり遅くなってしまいましたが、クライマックスバトルクラス SS ジェントルクリミナルの攻略ということでやっていきたいなと思います。で、まあ今回ね、だいぶ遅くなってしまいましたが、動画で披露したいのはですね、安定周回パだね。このクラス SS、まあ一回カッツだけじゃなくて、結局周回しないとね、素材が回収できないということで、たまたま勝てたとかっていうのだと結構だるいと思うのでね、もう割と何も考えなくても、決められた動きさえしてれば絶対勝てるっていう編成紹介したいなと思うんですよ。それとは別に、まあちゃんとね、攻略の方もね、お話できたらいいなと思います。はい。ということで、まずですね、ジェントルクリミナルの、まあ、コードパターンというところで、見ていきましょう。今回ね、前回のオールフォーワンとも全く、パターンとか変わってくるので、その辺も気をつけながらということです。で、まず、注目したいところは、まあ、今回もね、コーナーのクエストということで、フェーズ移行というね、ものがあります。で、こちらフェーズ移行のタイミングなんですが、まず HP100% から HP90% のになるとこ、これフェーズ1。で、HP90% 以下から HP50% までがフェーズ2。で、HP50% 以下から HP30% 以下、30% までがフェーズ3。で、HP30% 以下が、フェーズ4。最後と。いうことになります。でフェーズ移行するタイミングでダメージゼロになるんで、ちょっとダメージがね、ギリギリとかあんまりうまくいかないなっていう時は、敵のねフェーズ移行の HP を見て、あえてプルスウルトラを使わずに次のターンに持ち越すとか、まあ、そういった調整等も場合によっては必要になってくると思います。逆に HP ゼロになるね、 HP どうせだあゼロフェーズ以降でゼロになるって分かっててもプルスウルトラ打っといて、まあ、次のターンねアクションスキル打ちたいからっていう、まあ、ムーブとか、これは結構皆さん の, 手持ちによってもそのタイミングって変わってくるから、ダメージとかね、あとスキルのねタイミングとかでも変わってくるんで、まあ、何とも言えないところですけど、その辺で、調整したりすると、まあ、うまくいく、カチッとうまくいく立ち回りがあると思うんで、まあ、少なくともこのフェーズ移行のタイミングはしっかり、まあ、覚えておいた方がいいよねというところ。それからまあこれいろいろね特徴だったり主なスキルとかこれいっぱい書いてあるんだけど、全部ね一個一個詳細に説明するとてつもなく時間がかかってしまうので、まあ大まかにね解説していくとですね、これフェーズ移行の、タイミング、フェーズごとで攻撃パターンが変わってくるんですよ。まあ、フェーズ1に関してはあんまり強い攻撃ないかな。単純になんか、まあ、弱めの攻撃だよね。1万くらいの攻撃が飛んでくるかなっていう印象で、フェーズ2に関しては、4ターン目かな。4ターン目でプルスルートラ打ってくるんですよ。で、これ貫通と圧倒付き。で、威力が相当数万のダメージ食らうんで、この PU に関しては、まあ、なるべくなら回避して、行きたい。で貫通がくっついているのでダメージカットとかも無意味なので、ダメージカットで例えば霧島くんとかでねダメージカットしたとしてもダメージは同じなので、これはまあできることなら回避付与とか、まあ、あるいはもう4ターン目に行かず3ターン目でまあ倒すとか、4ターン目で プルスルトラ打たれる前に倒しに行くとか、まあ、そういった感じのムーブが必要になってくるんじゃないかなと思います。はい。であとフェーズ3に関しては開幕ですね、4番目のキャラクターと交代っていう攻撃をしてきます。ただこれが一応こっちがスピードアップ状態、ジェントルクリミナルよりもスピードが高い状態であれば交代されないのかな、そんな感じありますね。あと、フェーズ3すごい厄介なのが毎ターン1体味方のうちの1体は高速食らってしまうという運ゲーがありますので、この辺もね、やや運ゲーがあるんで、まあ、この辺は注意が必要だと思うんですよね。ここでこのキャラのスキル打ちたかったのにみたいなこともあると思うんで、はい。まあ、どうしてもね、ここ、まあ、今回紹介する編成はあんまりここの、ね、フェーズ3の高速に、まあ、縛られない、まあ、高速だけど縛られない、ちょっとややこしい言い方しちゃったけど、ね、関係ない編成なんですが、ちょっと皆さんの手持ちによっては、編成、パーティー編成によっては、ここが運ゲーになってしまうこともあると思います。で、最後のフェーズ4。これ HP30% 以下になると、まず、多分、オールフォーワンでもあったかな。割合攻撃飛んできます、これ。一気に削られて、多分残り HP30% ぐらいになるのかな。で、それからですね、ジェントルクリミナルだと、こちらの味方全員の
すべての、状態異常解除、もうまっさらな状態に1回仕切り直しという感じになりつつ、さらに CT、クールタイムがこちら 2延長されるのかな。なのでアクションスキルが、まあ、フェーズ4の開幕では打てない状況に陥ります。でその代わりこちらのプルスウルトラゲージがアップするので、まあ、プルスウルトラで例えば、味方全体の、ね、クールタイム短縮だったりとか HP 回復とかそういったものがあるとフェーズ4がね、戦いやすくなるのかなというところです。でまあいろいろ書いてあるんだけど、まあ、まとめはねまさにここの一番上のねこのおすすめってことところに書いてあるような内容がまさにで、まあ、ちょっと優先度的には僕が一番おすすめしたのは回避かな。今回結構ジェントルクリミナル貫通とかね持っているのであんまりダメージカットが機能しない、霧島くんとかちょっと使いにくかったかなっていう感じがしたんで、どちらかっていうと回避漏れるキャラクターを、まあ、入れていくとまあプルスウルトラとかも防げるし安心かなとか、まあ、一応ジェントルクリミナルの中にも必中の攻撃があったりするんでそういったのは防げませんけど回避あってもね。はい、あとはスピードアップかなり重要ですね。これ、基本的にはジェントルクリミナルよりこっちのスピードが高いとジェントルクリミナルにデバフがかかったりとか、あとこっちにね有利なステータスの男性はまあスピードが高いほどこちらの威力が上がって敵からのダメージも下げてくれるよっていう効果だと思うので、そういったことでとりあえずスピードアップと回避できるキャラで、あと最後ねフェーズ4でクールタイムが伸ばされてしまうのでクールタイム短縮系の、ものがあるといいんじゃないかなと。あとジェントルクリミナルのスピードが上がってるっていう状況も一時的な強化を解除、まあ、相沢先生とか、そういったキャラが例えばいればね解除したりで、ね、必然的に相対的にこっちのスピードの方が高い状態を維持できるとか、まあ、そういったこともあったりするんで、まあ、この辺はおすすめということになってきますかね。はい、ということで実際にちょっとパーティー編成だ、パーティー編成ちょっと紹介したいと思います。今回ねやったのこんな感じです。でこの編成でやってみて、まあ、最初のねちょっと立ち回り変えると誰かしら死んじゃうんだけど、今回の、実際この後やり方でやると誰も死なずに最後まで、レギュラーメンバーが生存した状態でいけるんで、サブキャラはあんまり関係ないです。今回このレギュラーメンバー3人が多分めちゃめちゃ安定してますね今のところは。なんかまあ本当に運が悪いと死ぬ時もあったりするけど、普通にやってれば全然死なないので、まあ、安定ですね。で、役割としては、お茶子が、まあ、HP 回復であったりとかね、味方全体のアクションスキルのクールタイム短縮とか、それから味方全体の回避1回付与と、まあ、今回ちょっとね、タイプは合ってない、新タイプなんで、属性は合ってないんですけど、非常に、まあ、スキルとか、が今回のジェントルクリミナル戦に向いているような感じがしております。すごい、まあ、安定感あるかな。で一応 EX オートスキルはこんな感じになってますね。プルスウルトラゲージ上昇量 20% アップだったりとか、であと EX オートスキルね HP アップとか、まあ、こういったものくっついております。一応アビリティボードの育成状況こんな感じだね。基本的には僕まだ全然ね10枚目以降全然進んでないんだよね。まあこんな感じと。でピースルートでデラックスピースルート今回誰も解放してない状態なので、はい、そこら辺はあまり課金の差は関係ないかなというところですね。はい、であとは今回のね、英傑の飯田くんです。はい、まあ、飯田くんはもうね先日解説動画で言った通りの内容で、まあ、スピードアップとね回避でもう完全にジェントルクリミナル特攻性能ということになっております。はい、DX オートスキルこんな感じですね。まあ、スピードアップだったりとか、プルスウルトラゲージ上昇量アップだったりとか、まあ、そんな感じになっております。で、アビリティボードはさっきのお茶子と、まあ、同じ状況だね。10枚目で、ピースルートマックスでデラックスルートはなしという感じです。で、あとは、アタッカー。これは飯田くんとは別に、力タイプのアタッカーはいた方がいい。これはまあ必ず、その英傑のね、デクである必要はないと思うんですが、力タイプのアタッカー、皆さんの手持ちのね、力タイプキャラで一番強めのキャラを入れていくといいんじゃないかなと思います。はい。で、あとは、まあ、こんな感じだね。プルスウルトラゲージ上昇量アップだったりとか、はい。こんな感じの EX オートスキル。でアビリティボードに関しては先ほどのね飯田くんだったりとかお茶子と全く一緒だね。
10枚目のここまでしか上げれてないっていうね。PAP スルートマックス、デラックス P スルートもちろんからです。はい。で、あとメモリーだね。メモリーは、この間の水着のやつに入ってたスプラッシュ。無凸ですね。スプラッシュの無凸。これが一応味方全体のアクションスキルのクールタイム短縮3ターンごとということになっても、まあこれ最大22回までなんで、ジェントルクリームは最後まで持ちはしないんですけど、一応 HP アップ系もくっついているということです。で、あと飯田くんには今回のメインアタッカーなんで、冒険の幕開け持たせてます。はい。まあ一番火力出してくれると思うので、まあこんな感じですね。で、あと、デク。はい。来たぜ、夏祭り装備させてます。こちら味方全体の UA 効果のパワー 15% アップ。で、あと、デク自身のスピードも 25% アップということ。まあ、一応、あと EX オートスキルでスピード 10% アップもくっついてますね。はい。こんな感じだね。で、サブキャラに関しては今回使わないんで、特に説明はいらないかなと。本当に保険だね。保険でつけてるだけで、あと冒険の幕開けのためにちょっと、タイプばらけさせてるっていうだけですね。はい。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。さあやっていこう。ちょっとこれ動画だからバトルスピード30ですよ。バトルスピード2でやるね。なんか早すぎて何も見えねえよっていう事態に陥りそうなんで、で、スキルこれ基本的な安定パターンで言うとアクションスキルをちゃんと1回ずつかましていきます。これでプルスルトラが誰かがね先に溜まったりとかっていうこともあるんだけど、それに惑わされずね、多分これで飯田くんのゲージ溜まってるんだけど回避します。ほらで溜まってるんですけど、これを無視するぜ。これを無視していきます。で次のターン、あ、このターンかな。このターンで、もう、10% 削れ、もう削れたね。ダメージ0になったわ。これでフェーズ2に行きます。はい。で、ここでプルスルたら3人溜まってるんで、3人とも撃ちます。でここから、HP50% までだね。4ターン目にこいつのジェントルクリミナルのプルスルトラ飛んでくるんで、ここはね気をつけないといけないとこだね。はい、ここもしっかりさっきと全く同じ順番で OK なんで、アクションスキルをぶちかましていきます。でこれで男性付与されましたね。こっちの方がスピードが高い攻撃を続けているとこっちに男性を付与してくれるという効果になるんで、はい。ここで飯田くんまた溜まってるんだけど、これを無視してね、別の心でプルスルトラ無視してアクションスキルをかましていきます。で多分このターンで、あれかな、次のターンでプルスルートラ打って HP50万、これでこの攻撃でフェーズ移行できれば、さあどうだ、 OK、 これで HP50% 以下だね。 OK、 でプルスルートラ飛んできて、これ回避ね、飯田くんの回避で避けます。はい、これでフェーズ3。ジェントリートランポリン。暴力は好みではなくてね。はい。で今強制交代入るところだったんですけど、今のはこちらの方がスピードが高かったんで、まあ、回避できたということで、先から言っている通りこれ 3巡目だね。3巡目の同じアクションスキルの順番でひたすら殴っていきましょう。で多分このターン飯田くん高速食らっちゃうと思うんですけど、レジストした。
あれこれ状態上バリアで防げんのか。今多分オチャコンの状態上バリア発動したんだと思うの。防げるんだこれ防ぐパターンあるんだこれ。多分オチャコンの状態上バリアだよ、ね、でこれでおそらくフェーズ最終フェーズ入ってない。はい、高速だった。あ、入ったね、入ったね。フェーズ最後だね。はい、でこれでお互いの全ての状態異常解除されて残り HP30% からスタートするというところ。でアクションスキルのクールタイムが2延長されてます。でここでみんなフルスルートはとりあえず連打だね。マイルついていくだけでは未熟者のまま。だって負けらんない。でこれでジェントルクリミナルのスピードを順調にダウンさせていきます。でオチャコで HP 回復させて、ただこっからねジェントルクリミナルの攻略攻撃がねマジ即死クラスだから、でここもう何もできないんだよね。ここちょっとスピードアップでいいか。うわ強い強い1万2000 2回食らってる。これマジ強い。はい、いきます。多分このターンじゃ倒せないんだよな。次のターンで倒せればいいかなぐらい。回避で避けました。でそうそう、食いしばり付与してくれるんだよね、なぜかね。ジェントルクリミナルが謎のジェントル、これで倒せると思う。多分いつもこれで終わってるかな。 OK。 はい、ということで結構決められた、このパーティーだったこの動きで安定周回できてます。はい、ということでですね、まあ完全にこのパーティーとはいかなくても、まあ、こんな感じの立ち回りと、攻撃をね意識して、やっていけば、勝てると思われるので、皆さん、ぜひねお試しあれといったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。